亀井哲郎は、東京都品川区、友も銀座銀六商店街振興組合前理事長。品川区商店街振興組合連合会選無理事。日本で、初めての商店街オリジナルブランド、と五し銀座を生み出す。三十種類以上の商品をこのブランドで発売し、予想を大きく超える、大ヒットを獲得し、 戸越銀座銀六商店街の知名度の上昇につながった。2009年3月、新たに戸越銀座コロッケを企画。商店街の複数の店舗で発売されるコロッケを戸越銀座コロッケとしてブランド化。また、商店街のマスコットである戸越銀次郎をあしらった紙箱も開発し、コロッケと共に販売した。全国の都市や商工会、商店街において、 商店街ブランドによる街の活性化の講演会を多数行っている。事業経営者向け情報誌、経営者応援団、ボリューム14、ハット AB、戸越銀座コロッケから商店街のコロッケを、ブランド化、ギフト需要を見込む。品川経済新聞。 http:// コロンススララッッシシュュ品川 k e i z a i ビズスラッシュヘッドラインスラッシュ543スラッシュともし銀座銀六商店街ニュースありがとうございます